実はね、授業をね、はい、一緒にやることに決まりました。スケールできるかというとできてないじゃないですか、うん、100万から150万だと思ってるんです、うん、月、はいはいはい、逆に僕足りないのここやと思ったんですよ。へえ。今日はですね、はい、ドバイから帰ってきまして、いやこの前実はさ、川島さんが打ち合わせで2泊3日でドバイに来てくれるって言ったら、はいはい、でも時差があるやん、うん、あってこう到着時間が違うから1日ずれて、俺シンガポール行っててそうだから川島さんも急遽キャンセルしてくれて、そしたらもう日本で会いましょうっていう風になって、そうそうそう、川島さんが紹介してくれたかき氷屋さんだけ会いに来てくださったんですけど、はい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 、日本今回帰ってきたから年末年始は日本やから川島さんとせっかくやからコラボしましょうっていうことで、はい、YouTube 伸ばしてからコラボしてるわけじゃなくて、実はね、授業をね、はい、一緒にやることに決まりました、はい、まあ、それの報告兼ねてね、はいはい、じゃあまず川島さんの簡単な自己紹介お願いします。そうですね、はいはい、登録者70万人の YouTube やってます、川島と申します。整体師としてやっていまして、全国に整体5店舗とエステジムが1体と2店舗で合計7店舗やってます。はい、そんな感じです。この業界やったら知ってるやろ誰でも。そうです、うん、川島さんは業界で一番じゃないですか。フォロワーとか登録数で言うとね、はい、絶対一番やから、はい、俺の界隈ももちろん知ってるし、出会いはねブレイキングダウンだよ。実はお互い知ってたけど、そうそうそう、ブレイキングダウンで裏の控室で川島さんが声かけてもらって、川島さんが直に施術してくれて、はい、試合に送り出してくれて、そうですね、負けて帰ってきたっていうねそう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 いうストーリーがあってでしたね。そっからこう、まあ、お互い知ってるから一回ご飯行きましょうってなって、うん、まあ、いろんな人を通じてこうご飯も 2,3 回行かせていただいて、うん、お互いの長所が多分、うん、川島さんと俺って違うからさ、うんうん、川島さんはやっぱすごく0-1を作るのがやっぱすごい上手で、俺はやっぱこう1を10にしたりとか10を20にしたりするのが得意やから、すごいマッチするなと思って意気投合して、だったらもう一緒に1個やっちゃいますかみたいな、うん、会社1個やっちゃいますかって言ってやることになりました。なんか整体業界ってそもそもあまりなんかこうずば抜けてるとこないっていうか、うん、あんまないですよね。ないですよね、うん、だからまあなんか勝ちやすいっていうか独占しやすいのかなっていうイメージなんですけどね、うん、まあ本当にスケールって意味で見ると全然スケールしてないんで、ね、そうですよね、まあ、1店舗だけ強いとかありますけど、ね、そうですよね、うん、名前は出さないですけど、なんかこう有名店は結構あるじゃないですか、うん、まあ、川島さんとかもそうですし、はい、他にも有名店って結構あるじゃないですか、はい、芸能人が行ったりとかインフルエンサーが買ってるところたくさんあるけど、うん、それはやっぱスケールできるかというとできてないじゃないですか、うん、だからそれをねなんか今回一緒にこうやれたらなと思いますけどね、うん、川島さんの今の事業の強みみたいなのはどういうところなんですか。うちはまあその独自の主義 その骨膜整体という主義があるんですけど、これは結構反響が良くて、まあ一回受けたら分かるんですけど、かなり変化分かるんですよ。なので受けた瞬間違いが分かるんで、まあリピートしやすいっていうまあ一個の強みがあるんですけど、まあそれに付随してまあその有名人がすごく来てくれてるんで、技術力が強いってところと、まあ有名人がよく来てるっていう2点が強みかなと。まあ施術力ほんまにすごいと思うよ。俺もブレイキングダウン試合前にやったのがめっちゃ軽くなったもん、うん、伸びるパンチがやっぱこう可動域が広がるっていうか、スピードがね、そうそうそう、はい、全然違うかった、うん、だから俺ちょっとゆっくりしすぎて試合間に合うかもうそろそろ行きますかみたいな感じで気持ちよすぎて1時間ぐらいずっとこうやって骨膜整体は具体的にどういう効果があるんですか。骨膜整体は、まあ、シンプルに、まあ、筋膜ってあるじゃないですか、うん、筋膜整体、うん、筋膜よりももっと深いんですよ。なので結構深いから、まあ、逆に痛いんですね。やってみるとは、うんうんうん、痛いんだけどその代わり効果がめちゃめちゃ早いっていうのがあるんで、体が軽くなりやすい、まあ一個の動きがすごく軽くなりやすいとか、うんうん、プラス疲労軽減ですね、普通に疲れが取れるとかもありますし、腰痛治療、まあ、その狭窄症とかヘルニアとかそういうのも普通に治したりするんで、まあオールマイティに使えるっちゃ使えるんですけど、じゃあスポーツ選手とかからもう普通の腰痛治療まで。そうです、もともとはもう本当にもう狭窄症、ヘルニア、オペって言われたおじいちゃんばあちゃんを治す主義だったんで、まあ、そこからプラス、まあ、スポーツ選手も来ますし、パフォーマンス向上のためにスポーツ選手もめっちゃ行ってるよ、はい、ね、めっちゃ行ってますよね、はい、オリンピック選手とかね行ってますよ、格闘家とかもみんな行ってるから、うん、整体師70万人もいたらいろいろ多分声かかってると思うんですよ、うんうんうん、その中で啓太さんも選ばれた理由みたいな。僕も最初まあ、ずっとその存在ももちろん知ってましたし、だから見てましたけど、シンプルにこういろいろやってるなというふうに思ってたんですね、うんうんうん、で最初会う前ってやっぱり分かんないからシンプルイケイケだなって思って、はい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 、それよく言われるんですよそれめっちゃ言われるんですよ。でやっぱ会ってみたらめちゃめちゃ人がいいというか、こんな人いいんだっていう。マジっすか、そう、そんな思ってくれてたんですか。そう、辻さん何がセンターピンでうまくいってるんやろと思ったんですよ。ああ言ってくれましたね、はいはい、と思った時に人間力やなと思ったんですよ、シンプルに、はい、あ言ってくれましたね、それで人間力でこの人上まで上がってきてるわと思って、逆に言うと人間力だけやなこいつみたいな感じでもその人間力がすごすぎて逆に僕足りないのここやと思ったんですよ。へえ、嬉しい、それは本当思ったんですよね、はい、その時に一緒にやってその人間力というか、まあ、この人 その巻き込み力も強いし、うん、この人の力と僕の力が合わさったらまたおもろいなと思ったんで、まあ、声かけたって感じですね。そうそう、川島さんが言ってくれたのよ。川島さんってやっぱすごく頭いいから、で勉強もめちゃめちゃしてはるから常に多分アンテナを張ってんねん。成功者を見てもあすげえじゃなくて、なぜこの人って成功してるんやろ、なぜこの人は失敗してるんやろっていうのを多分すごい見極める人で、うん、会った時にそれは言ってもらった、分かりました
みたいないきなり言い出して居酒屋で、どうしたんですかって言ったら、辻さんは人間力ですね本気で思ったんですよね、はい、最初話聞いた時にいろいろこうどうやって成功したのかって話を聞いた時に、キャッチで這い上がったんだこの人って思った時に、キャッチのそのポイントがこの人が今なんて声かけたら嬉しいかをずっとこう追求してたって言ってたんですね。まあその辺とか考えても観察力とかコミュニケーションで言ったんだなと思った時に、僕に全然ないとこだったんで、それ教えてほしいなと思った、はい、嬉しいですね、そう言ってもらうっていうのはね、めちゃめちゃ嬉しいことだよね。まあそこしかないからね、俺はでもとりあえずズバ抜けてますからね。まあ、そこしかなくて本当に、まあだから川島さんから学ぶことは多いんだけどね。打ち合わせも週に1回やってんだけど、今ズームでやってんだけど、やっぱすごいよね、難しいことを言うてるし、詳しいな、やっぱこう専門的なこともそうやし、こうしっかりと事業を組み立ててるなってイメージ、ロジックっていうか、俺って結構勢いでやっちゃう部分正直あるから、ロジックでしっかりと抑えてんだみたいな、こうだからこうで、こうだからこうっていうのをやっぱしっかり抑えてるなっていうのがすごい思ったね、はい、やっぱやってる人はしっかりやってるなっていうか。でも僕が組む人ってそういう人ばっかなんですよ。適当同士組んじゃうとになっちゃうから勢いすごいですね。そうそうそう、実はだからね、もう恵比寿にね、そうですね、物件借りてるの。そうです。もう11月か12月から契約し、今から家賃払ってる。で今内装の打ち合わせでデザインも決まって、まあ、だからオープンは3月ぐらいですよね。そうですね。3月、まあ、じっくり行こうって言ってても慌てずにしっかりといいものを作り上げて行こうっていう。じゃあとりあえず恵比寿の1店舗を成功させたらガンガン拡大してくる。そうやね。まあ成功させたらというか、もう成功するから分かるから、やる前からそういうのは大体ね、こんだけいっぱいやってお互いやってたら、大体これはうまくいくやろうなとか分かるやん。その、ダダこけするなとは思えへんから、この時点で広げていこうかなとは思ってるし、で俺と川島さんがこう一緒にやるっていうのを言ったら、もうその時点でお金持ち連中がやっぱりこう、フランチャイズやるんですかってもう今の時点で聞いてくれてるから。そうです、そうそうそう、まあオープン前から別にもう全国10店舗ぐらいが決まってるんじゃないかなとは思うけどね。正式にはそれはまだ話はしてないけど、そこら辺の話はまだ決めてないから、でもまあ一気に広げようかなって。川島さんは川島さんで自分のブランドをね持ってはるから、それはやっぱすごいものやから、もう予約も取れなくなってるし、それはそれで持ってもらって、もう一つはただスケール化ができない、やっぱり質が高すぎて、やってることのレベルと技術者がレベル高すぎて、スケールできないじゃないですか、全国にやっちゃうとやっぱ落ちちゃうじゃないですか。そうですね、技術もしっかりとこう平均点を超えつつ、検証を受けたらできるようになるものを一緒に広げようって言ってて、はい、じゃあ川島さんの自分でやられてるのと今回やるものってどう違うんですか。まあ、シンプルに僕らがやってるのは整体なんですけど、まあ、整体じゃなくて今回はマッサージに近いものですね、後傾マッサージですね。そう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 、整体の要素も入ってるんですけど、限りなくマッサージに近いものですね。先ほど社長リラクルとかよりはこうもうちょっと料金も高いし、ね、質もまあ高いし、リラクって結構さボロボロのとこでやるっていうのがコンセプトや、誰でも行きやすいみたいな、コンセプトだけど、しっかりと内装もお金かけて、しっかりとしたところからスタートするっていうのはもう決めてて2人で。そう、じゃあ施術者も川島さんのところは基本的に資格者ですね。ですね、大体国家資格が多いんですけど、今回は生命の一般のセラピストが働くって感じ、まあ、だから近いのはオリスパのイメージやな。オリスパってさ雰囲気とリンパ流し疲れが取れるっていうよりかは癒されるっていう感じや、それのしっかりとした施術もするっていう番ぐらいのイメージで思っといてくれたら、それに近いですよね。ですね、だから内装も結構ね、まあオリスパに似たっていうか、まあ、おしゃれな感じの内装にしてるから、それに近いイメージかな、最後ちょっといやらしい話、どんぐらいの月商とかいけそうなんですか。まあ1店舗だとそれは分かんないですけど、まあ僕もこの業界初めてなんで、川島さん的にはどうなんですか。ワンベッドで、ワンベッドだって100万から150万だと思ってるんで、月、3ベッドだったら450万とか、400万とかかなと、まあそんなに食ったらすごいっすよ、やっぱ美容室とかも似てるんですよ。セット面1個でやっぱ70から100万作ったらやっぱすごいって言われてるから、売り上げ的には10個だったら1000万ぐらい作ればやっぱすごいって言われてるから、まあそんな感じになるやろうね。加盟者として多分気になるのもう1個あって、スタッフってどうやって募集するんですか。スタッフはうちのまあスクール生もしくは一般募集していって、そこからまあ研修にかけるんで、まあなので研修体系がしっかりしてれば資格持ってなくても基本的にちゃんと乗っていくので、まあ求人で来るし。川島さんと俺の強みってやっぱお互い教育の場を持ってるっていうか、折れたオンラインサロン持ってるしスクール持ってはるから、そこのスクール生とかってやっぱ質が高いわけ。うちのオンラインサロン生も質高いやん。オンラインサロン生がフランチャイズやってくれたりとかスタッフになったりする時もあるけど、質が高いから。で川島さんとかやっぱお金払ってきてるから、やっぱ質が高いのよ、レベルがそもそも高いの。だからそういう人をスタッフにしていけたらやっぱ一番ベストはベストよね。そうですね。それで稼げるような仕組みを作って、まあ、お互い共通してるところはやっぱ人を大事にしてるから、人を適当に扱ってないっていうか、人を困るように使ってはないから、そこは共通してるところやから、ブレずに施術さんも幸せになってほしいなって、まあ、心からほんまにそれじゃなくて続かんからさ、切れ事なしにさ、事業っていうのはさ、やめられるとね、やっぱ人に困ってるのがほとんどやから、だから生態も多分広げられてない理由ってやっぱ人材不足ですよね。そうなんですよ、結局はね。結局その人件費も払わないんでみんな、そうですよね、最低賃金で20万とか18万とかで安いのよあの人ら、川島さんのとこ倍ぐらいある。
年収600万とかあるんです。平均年収600万、すごくない？平均年収600万もらえる生態なんか多分ないと思うからさ。ないですね。今の業界です。大概20万とか25万ですよね、うんうん、給料が低くて辞めていくとか、はい、まあ、独立していくとかやと思うから、それも聞いた時にすげえなって。経営者になったら分かると思うけど、自分が年収何千万とか稼ぐのって、まあそれなりに成功したらできるけど、人件費ケチったら従業員に稼いでもらうっていうのはすごい難しいから。そうですね、うん、だからそれをできてるっていうのはやっぱすごいなっていう、ね、俺もやっぱそこを目標にさ、こう自分の給料よりかは平均年収を上げたいなってみんなの思ってやってきたから、その結果自分にも返ってくるから、それはやっぱ聞いた時にすげえなと思ったから、それ続けたいですね。でもね、本当に新しくやる会社でもやっぱり少しでも多く持って帰ってほしいなって、うん、結局お金って余裕にもつながるしさ、お客さんの接客にもつながると思うから、うん、これ見てもしフランチャイズとかやりたいっていう人は、それはまあ俺か川島さんに DM 送ってもらえればそうですね、ある程度決まってるけどね、俺の構成の中でも川島さんとも話してるけど、うちってやっぱさ、フランチャイズが100店舗を超えてるから、もうフランチャイズオーナーさんがいるわけなんで、うんうん、フランチャイズに加盟する側の層って絶対いるんですよ、一定数、うんうんうん、だからセブンイレブンとか弥生軒とか、まあ、ホットモットもそうやし、全国チェーンしてるところってフランチャイズやんか、本社でやってないやんか。でも絶対にそのフランチャイズやりたい層って絶対にいるから、てかフランチャイズじゃないとやらないっていう人絶対おるから。これ面白くて、うちもフランチャイズの問い合わせめっちゃ来るじゃないですか、はいはいはい、例えば飲食店のオーナーさんとかフランチャイズの募集結構来るんですよ、うんうん、その飲食店やってるけど美容やりたいとか、はいはいはい、それこそ整体やりたい、でもその人だって今飲食店何やってるんですかって聞いたら絶対フランチャイズなんです、うん、ドマドマとかそれこそ白木屋とか、なるほど、ね、そこら辺のフランチャイズを絶対にやってるんです、まあ、確かに。そこはなんかフランチャイズのいいとこじゃないですか、やりやすいっていう、素人でもできるっていう仕組みができてるから、はい、っていうのが層がいるから、だからうちはもうその層持ってるから、そこにまあ落とすだけっていうか、やりますよって言ったらもう絶対みんなやりたいって言ってくれるから、そもそも買ってるからさ、うちのフランチャイズで、だからまあやってくれるし、お金も持ってはるから、だからそこはなんかもう勝手に広がるかなって思うね、うん、今後また機会あれば密着させてください。そうやね、はい、だから3月にねできるんで、まだ内装も入ってないんで、そうですね、ぜひちょっと取っといてくれたら、うん、面白いと思うし、そう、まあ最初はなんかクラウドファンディングとかもやってみようかって今2人で、そうですね、話してて、まあ俺も個人では応援してもらうと逆にしんどいからクラウドファンディングやらへんって決めててんけど、お店でなんかね1個、うんうん、まあ、回数券とかをちょっと安く買ってもらったりとか、うん、体にも関わることやから、まあなんか1個やろうかなと思ってて、うんうんうん、それも面白いやん、なんかそっちの方がなんか愛着湧くし、お店にも、うん、みんな応援してくれそうやん、うん、そんな感じでやっていきたいなと。あとなんか聞きたいことある？ちょっと聞きづらいことなんですけど、はい、そのオンラインサロン生をスタッフとして入れる可能性があるっていう、はい、はい、でも一番優秀な人って自分で欲しいじゃないですか、なんかそこをどうなんか、なんかこの分け方がリラクゼーションに近い業種と整体、ちょっとこう敷居が高いというか治療になってくるんで、うん、治療は重いけどマッサージ、リラクゼーションはしたいっていうパターンの人って結構いるんですよ、一定数。なのでそこの層を取っていくって感じですね。層が被れへんよな、うん、若干違うのこれが、うん、整体ってもうガチやんだって。ガチですね、川島さんの今の店は直さなあかんからさ、うん、でもマッサージってやっぱ直すのもそうやけど、やっぱ気持ちよくなってもらって癒されるっていうのもやっぱ入ってるから、うん、そこはまた別やし。川島さんのスクールにはどっちの人もいるんですか？そうですね、まあ、基本的にいっぱいいるんで1000人ぐらいいるんだよ。すごいよな、1000人よ。じゃあそういうガチな純正師さんとかだけじゃなくてリラクゼーションやりたいんで、一般の素人もいますし、いっぱい。だからこれは大きいよ、1000人持ってて。俺もやっぱね、オンラインサロンとかこういろんな顧問先とか出ました1000人ぐらいおるから、それのやっぱ2000人のコミュニティを持ってるっていうのはめちゃめちゃでかいと思う、うん、YouTube100 万登録よりすごいと思う。それはだってガチのお金払ったコミュニティに所属して、これめっちゃでかいと思う、うん、影響力でいうとすごいと思うよ。ただ見てくれるとかじゃないからね、実際にこう一緒にやっていく仲間がそんなにおるってなんかすごい強みやな、うん、整体業界も俺もずっと見てて川島さんとも話してたけど、はい、なんか突き抜けてるとこないっすよねっていう話をしてたよ、ね、ずっと、うん、川島さんがおって、まあ、何々さんがおって何々さんが、うん、まあ、ここなんか横並びっぽいっすよねみたい な、うん、なんかあんまり僕らから見たらちょっと違いが分からないっていうか、まあ、一番発信力は川島さんが持ってるんやろうけど、みんなこう横一線ぐらいですよねって上層部はっていう話をしてて、うん、1個突き抜きたいっすよねっていう話をしてて、で、まあ、意気投合して、一緒な価格帯でやろうとしてるサービスで仮の競合みたいなとこはオリスパみたいな。いやー、オリスパも競合ではないよな。もうちょっとマッサージもガチでいくから、はい、だから競合いないな。意外と隙間産業かも、うん、意外とここの層を狙う人はあんまりおれへんかったな、今まで、うん、それこそ、ね、竹野内社長のリラクルなんてやっぱ全然違うやんか、うん、2980円とかでローカルでやってる感じやろ。だから竹野内社長とかも500店舗まで行ったんやったら600店舗まで行った。そうですね、あれフランチャイズやっとったら3倍は行ってるで。絶対リラクルのフランチャイズなんかやりたいですもんね。うん、やりたいですね。やりたい、うん、あ、その時時代がなんかフランチャイズって感じじゃなかったし、うん、まあ、竹内社長は本社でできちゃったからね。そうですね、うんうん、あの銀行も緩かったって言ってたし、竹内社長の時、うんうん、今ってやっぱどうしてもねフランチャイズの力を借りないと展開が難しい時代になったのは、金融機関もやっぱ貸せへんから、お金を同じとこにしか貸せへんから基本的に、うん、みんなの力でやっぱでかくするっていうのが大事かなと。そっちの方が面白いですよね、うん、しっかりとフランチャイズオーナーさんにも買ってもらってね、うんうんうん、本当そうね。そうですよね、ビンで。そうなんですよ、うん、1は1やんか。でもやっぱね、数がおれば強いからさ、やっぱ数で勝負っていう感じで、まあめちゃくちゃなんか楽しみでワクワクするね。そうですね、ね、うん、ちょっと気合い入れてね。だから海外にも行きたいですねって。ドバイにマッサージないんすよ。ドバイにないのよ。そうなの？そう、全くない。
だからそう日本人とかこうアジアの人が行けるさところをさやっぱ増えてきてるしねドバイ日本人ねそういうところができればさやっぱすごい強みやと思うからそうですね和っぽいテイストにしてね日本人に行きやすい感じにしてそうやっていくんでそこも進出したいなと思ってます。目標はまず来年にはオープン3月にオープンさせて本社を、うん、でそこからまあ10店舗20店舗っていうのをパッと行っちゃってあとはまあ海外進出とか、はいまあ、業界一番取りたいですねやる限りは、うんはい、まあひがみやっかみもあると思いますけどね川島さんにもやっぱファンもいるし、うん、俺にもファンがいるしアンチもお互いねあいつはあかんとか生態業界とか多そうじゃないですか、はいはい、僕ね生態業界意外と知り合い多いですけど川島さんの名前も出るし、うん、有名な人いっぱいあるじゃないですか、うんうん、認める人あんまおらんのよねイメージがあそこはあーでとか、うん、やっぱそれだけ多分こだわりが強いと思うねんけどでも川島さんそれ出てこなかったから川島さんがなんか僕に「辻さんあそこはダメですよ」とか言わないじゃないですか悪口っていうか、はい、それいいなと思って、うん、自分は自分っていうの多分持ってるから、ね、なんかみんな否定すんの整骨院業界ってあそこはあれやかあのやり方は良くないとかあれは実際見せ方だけやとかいろんなこう言い方ありません、はい、ありますあります言うっすよねありますそれもなんかどうかなと思ったんでぶっちぎってなんか業界一取りたいなっていうねそうですねそんな感じで、はい、川島さんよろしくお願いします、はいはい、また改めてねフランチャイズ募集する時とかで、ね、従業員とかも募集していきますんで、はい、そんな感じでよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。